皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、はい、久しぶりの2人でのエギングでございます。久しぶりですね。まあ狙うのは1キロの折りかということで、はい、もう釣れてもいいですからね。はいはいはい、はい、1キロ超えが、この間も1キロ、まあ、ギリいかなかったくらいだったんですよね。そうですね、950度かな、ね、今日なんかあったんでしょ。今回僕ですよ、うん、この兆候のために、うん、いつも使ってたグローブあるんですけど、はいはい、それボロボロになってたんで、ええ、新品のやつを、はい、買ってきました。これ全く一緒のやつなんですよ、うん、完全新品です。もう完全新品です、うん、パリッパリ、うん、パリッパリです、はい、これつけようかなってさっき車の中でつけますよね。でこれ、左手と左手なんですよ。なんでそういうことある？誰が意地悪する？ひどいでしょ。ひどいと思う人はコメントください。どういうことなんだと。ぜひコメントの方お願いします。はい、ってことで、早速行ってみましょう。まあ言うまずまでもうちょっと時間ありますけど、うん、うん、ちょっと探りながら。初めてですよね。そうっすね。まあ状況見ながらいいイカを釣っていければいけるでしょ。いいかなと思います。いきますよ皆さん、久しぶりですからね。勝手にサポッティング、前のめりに前のめりに前のめり。はい、ポイント入りました。初めてのポイントなんでね、ちょっと探りながら。水道ポイントっすね。回ってそうだよね。はい、入ってきましたよ。やってみましょうね。あー、ぬたっとしてますね。やだなこの塩は。よいしょ、かっこいいね。かっこいいんじゃない。実はすごい見てる。皆さんすごい見ております。まんまんまん、やりますね。早かったっすね。うん、いましたか、いましたか、ここ。はい、すんとこと当たりがね、気持ちよさそうでしたね。久しぶり、指じゃなくて糸で見たわ。やったーなったわ。結構あるの。あ、上がってきた、上がってきた。あ、私も。これいい、いい、いい。マーク、それもいいし。あ、俺抜けた。水タムル、水タムル。マーク待って。さあ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 、皆さんお待ちかね。700ぐらいありますね。もう一回そっちに、流してもろて。で、緩めてもろて。で自動的に入ってもろて、早かったっすね。早かった1投目です。1投一撃、あれじゃないですか、 K1 選手の。え、誰ですか。マークハント。違うよ、武蔵丸や。武蔵丸。プサルプシプシプサルプシプシ。お役は何ですかこれ。ロングキャストのスローなのこれ。いや、これスローじゃないです。これ、ノーマルの方です。やりましたね。おはようございます。おはようございます。勝手にサポチサポチサポサポン。ポイントを変えました。今年ね、春あたりの僕らの動画を見てくれた方はちょっと見覚えがあるポイントかもしれませんね。おい、来た。これイカやろ。当たり分からないんだな。ん、違うか。あ、いか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 いよ、マー君。でかいでかい。これドラグ結構きついから。ドラグ結構締めてるから。これ来ましたね、お兄ちゃん。でかいです。じりじり打ってるの、お兄ちゃん。でかいです。ほらこれでかいよ。タモいらんやろ。タモいる。どの顔で言おうってよ。あれ、いやいや、岩がすごいんでこっち側回しますよね。でかいでかいでかい。キロいったろう。キロいったと思います。ああ、いってるんじゃないですかこれ。はい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 、はい、お待たせしました。これ来ました。来ましたよ。来ました。でかいオスタンっすね。はい、綺麗なオスタン。綺麗。
エギ見てください。これこれ何ですか。ダートマスターなんですよ。これあのあれっす、オールマイティマスターっす。 3.5?3.5 3.55 です。ラトル入り、ラトル入りです。やったー、やったー。スケール、デジタルスケール持ってきてないんですよね、忘れちゃって。どうすんっていうことで、推定キロ前後、大きくね、場所を移動してきました。ここも初めて打つポイントっすね。ピクピクちゃん、ピクピクちゃんじゃないわよ。ポポ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 チクチクちゃん、ポポジジイ、もう食べなさいよ、それはさすがに。もう食べなさい。ちっちゃけども来ましたよ。来たの。はい、おばちゃん、あたちゃん、すいません、あたちゃんの中のあたちゃん、完全なるあたちゃんですね。はい、優しいね、優しいね。はい、おはようございます。おはようございます。昨日はですね、はい、深夜の12時に満潮で下げ始めを迎えるということで、はい、その時間から行こうと企んでおりました。我々目覚ましが何回も鳴っておりました。シャプ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 、ずっと言ってました。言ってましたね。はい、4時46分でございます。はい、おはようございます。おはようございます。ってことで、今日はデイ2日目、はい、朝まずめから、はい、テンションを上げて、はい、やっていきたいと思う所存でございます。シャインでシャシャ。で、ちょっと意気込みの方をお願いします、マー君。しっかり今日も勝手にシャーポシャーポシャーポー。さあ皆さん、朝まずめですね。ちょっと明るくなってきました。でも今ちょうど潮止まりなんですよ。土管の潮止まり、上げ始めのタイミングでワンチャンイカさんのご機嫌が良かったらあるとは思うんですけどね。こればっかりはイカさんのお気持ちなので。どうしたどうしたどうした、いつの間にか引けた。どうした、いつの間にかイカじゃないと思って引かないかなと思ったらいきなり引き出したわ。息緩めて、よし、はい、いやいや、よしよしよし、ほい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 、いいんじゃないいいんじゃない。まあまあでかい、でかい、その太さやったら700あるかも。あるな、太鼓がでかいから。太鼓でかい、きれい。いいじゃないですか。はいはい、エギューなんですか。ダートマスターのマブルマブルですね。マブルマブル、マブルなんとかですね。ラトル入りなしなしなし、ダフンデンデン、ダフンデン。いいじゃない、いいじゃない、そういうのも。どうなのよ。いいんですよね。いいんですよね。いいんですよね。いいんですよ。あげれるね、それはね。あ、おい、おい。来た、愛の目覚めと。ダウじゃない。ダウ。寝掛かりじゃなかったじゃない。うん、一部始終見られてたかな。あ、もう寝掛かり、うんってなっとった。イカだった。イカやったってる。てんてくてんてんてんてくてんてんて。お？お？なになになに？おー、イカやったね。冬場はモソル犬が当たり取るのが厳しい。はい、行け、やりかめ、よっ、あっぽく、今日は上手。はいはいはい、はいはいはい、なんかね、モゾッとするね。するよね。あのね、当たりがね、本来やったらこうツーンと糸付けとかポーンとか、うんうんうん、イカパンチとかさ、はい、冬場はねもぞって持っていくけん、そうよね、ちょっと当たりのね取り切れんね、れん難しい、ちょっとしたねもぞっと系の当たり、もうちっちゃいけどナイスです。ありがとうございます。あざす、流してやってください。おい
いはい、おるよ、おる、持ってたよ。これ抱かせましょう。今追尾ありましたね。ロングキャストスロシャローにおりましたね。ワンちゃんね、確認はいるから、うん、検査機みたいな感じなんです。ホタルイカみたいなやつ、ちっちゃいちっちゃい。あたちゃん来ました。スローで来ましたね、シャロー、はい、ワンドになってるシャローをね、ちょっと探ってみたら、ちっちゃいけどありがとう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いいとこだったですよ。よかったですね、はい、初めて行ったポイントでも釣れたし、うん、よかったんじゃないですか。久しぶりをサポッティング。秋から冬にかけて今ね、あの季節が変わってますけど、うん、秋のエギングってさ、結構イカパンチとかさ、バーって引っ張っていってくれたりとかさ、当たりって明確に分かるじゃないですか。分かります。やっぱ冬の、まあ、イカってちょっと違いますよね。難しいですよね、うん、今潮がいいから抱きのタイミングなんだけど、それでも抱かないみたいな。で着底して見て安全確認して抱くみたいな、うん、イメージね、イメージそんな感じだったね、うん、まあ合わせの方がね、なかなかずさんな結果になりましたが、はい、はいはい、それでもね、リルレ応援してくれるよっていう方はね、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではそれではポイチャッ。